前でふんぞり返って命令するだけの上層部になど興味はない。だが軍には面倒なルールがあってな。あまりカウントが大きいと昇進を強いられる。だからいつもこうしている。俺が俺の信念を貫くために。12,500、それ本物？これはちょっとまずいね。12,500か。さらに早いっす。遅い。問題ない。貴様お得意の戦撃とやらは遅すぎる。うか、今のはちょっと僕傷ついちゃったな。それじゃあこれならどうかな。まずい。あれは飛んだ。いや、あれは逃げてください。注意、報告書にあった高高度からの剣撃です。情報通りなら受けることは不可能だと。いくら注意でも。やつは空を飛べるのか、ただの跳躍か。あ、なるほど、跳躍するだけか。そうだろう。飛べなければ避けることもできない。この攻撃を。さすがシェイル注意。俺のカウントは信念を貫いた数。俺の生み出す鉄は信念の形。犯罪者ごときに斬ることなどできはしない。故に悪人どもは俺を恐れてこう呼ぶ。ちょっと鉄の信念、アイアンジェイント。終わりだ。5,700程度にしては。よくやった方だがな。
いはい、わかりました、降参です、降参。もう連行なりなんなりしちゃってください。貴様のその目、まだ信念が折れていないのだ。だがちょうどいい。俺も貴様に聞きたいことがある。聞きたいこと？リンちゃんのパンツなら白でしたよ。な、今日の一件はいろいろと不可解なことばかりだ。しかし一つだけ分かったことがある。貴様、俺と同じ軍人だな。貴様、俺と同じ軍人だな。貴様が先ほど見せた近接格闘術、あれは我がアルシア王立軍に伝わる軍用格闘術だ。ただの脱走兵とは思えん。貴様のような奴がいれば俺の耳に入るはずだ。腑に落ちないことばかりだ。貴様を王にあたり持てる人員の全てを動員しろとの指令が来た。たかが5700程度のバロットホルダーのためにだ。伝説の撃墜王だと300年も前の人間が生きているわけがない。上の連中がまともだと信じるなら問うべきは一つ、貴様は何者だ。さあね。なぜ上層部は貴様を撃墜王などと呼ぶ必要がある？なぜ軍を総動員してまで貴様を追う？どんな理由があるというのか。僕に聞かれても困るな。貴様、本当は何者だ？ただのプリンさ。では仕方ない。少々痛い目を見てもらおう。何をしている？いや、そのなんていうか、自分でもよくわかんないんですけど、ただこの人チラシ配りを手伝ってくれたりとか、お人形を直してくれたりしたんです。つまりその悪い人じゃないと思うんです。だからリーン、お前の噂は聞いている。軍の責務を果たさずボランティアとやらに精を出しているとな。そうなんです。この町狭い上に崖ばっかでしょ。子供たちが遊ぶ場所がなくて、それでみんなで公園でも作ったらどうかなと。どうです、注意も一緒に。くだらん。俺の信念を忘れたか。いえ。軍人たるもの、他の何よりも優先して犯罪者を制裁すること。そんなだからいつまでたってもお前は役立たずなんだ。町が平和だからといって軍の任務をサボっていいと思うのか。こんなくだらんことをやる暇があるのなら悪人を裁け。いい加減にしろよあんた。リンちゃんはな、みんな注意の言う通り
どうもすみません。謝るな。おいお前、僕はお前の鉄を切れないんじゃない、切りたくなかっただけだ。彼女はこの街を壊したくないと言っていたから。なるほど、貴様もただの5700ではないということか。だが、舐めるな。本気を出していないのはこちらも同じか。わけじゃない。この街が平和なのは、この街にいるのが彼女だからだ。Yeah.